準決勝2組目8レースのスタート。初連携の千葉コンビが前を取るか、7番の鶴岡由志、内から1番の矢口大輝、千葉勢が前で2社並びまして、足場不在の岡山勢はまずは3番手4番手から2番近藤信康、3番井上豪のコンビ、そして5番手以降は地元九州勢、4番竹本健龍、5番奈良原雄介福岡コンビに佐賀6番高橋則文。初回の3コーナー手前、2対2対3隊列が固まりました。後ろ詰めを取った竹本健龍がどこで動いてくるか。初日の独占競争先行勝負でした。1番の矢口には発電系7番鶴岡由周記です。特予選は川田マーク切り替え、足立マーク5番手から追い込み4着でした7番鶴岡。初日の特選は福島のマクリマーク2着でした2番の近藤信康が、今日は同県の3番井上豪に託されました。どう立ち回るか。目標のない岡山勢は3番手4番手から3者の長さをしっかりと生かしたい4番の竹本健龍。特予選5レースは4番手からの2コーナー幕入で快勝でした。縦の足を持っている5番の奈良原が竹本に託し、6番佐賀の高橋則文が九州3番手固めます。2対2対3の形は2周4コーナー、4番竹本5番手から上がっていきます。打鐘の周回、1番矢口が前へ前へと踏みながら突っ張ります。九州3人は5番手以降に戻された。打鐘前の2コーナー、岡山勢は3、4番手キープ。外がダメなら内から4番竹本活動を求めるが、3番井上がコースを締めて4番竹本潜り込んだらいけない。また元の位置5番手下がった。もう一度外から仕掛けます。打鐘2センター5番手からまさに3度目の勝利者が、岡山勢抵抗も3番井上豪が連結離れている。福岡勢が近藤の勝4番手5番手割り込んだ。6番手に井上、6番の高橋が7番手です。1番矢口の突っ張り先行、7番鶴岡千葉勢が先行して、2番の近藤は3番手、この後ろに4番竹本5番奈良、福岡勢が割り込んでいます。3番井上、6番の高橋が6番手7番手縦1です。3番手が近藤追い込み勝負、5番手から5番の奈良原外持ち出した。1番矢口程度、3番手から近藤、5番手から5番奈良原、5番2番並んだのか。決定放送お待ちください。3番手から近藤、5番手から奈良原がいい追い込み足。この両者イエローライン挟んで外の奈良原が伸び勝ったんでしょうか。イエローラインを挟んで内近藤、外奈良原、5番2番の1着争い、どちらか。どうやら伸び勝ったのは5番車の奈良原が若干優勢の5番2番か。そして千葉勢は7番の鶴岡3着優勢、矢口力尽き4着か。5番2番7番あたりでしょうか。8レースの準決勝決定をお待ちください。